まあね、最近はね、ちょっと健康志向とかっていうことで、サワードブレッドっていうのがね、注目されてるかなって思いますので、はい、そんなパンです。こんにちは、天然酵母パンゾーの椿るみ子です。椿さん、はい、最近よく聞くんですけど、うん、サワードっていうのは何ですか？あ、サワードとかサワードブレッドとかね、よく、そうね、私もよく聞くようになりました。前はね、そんなに聞かなかったんだけど、日本ではね、特に。だけど、海外ではね、普通に、作られてるパンのね、発酵種になります。それでね、パンを作っていくっていうことなんだけど、材料としては、小麦粉か、もしくは、ライ麦粉を使って、それとね、水で合わせて作っていく、種になります。生徒さんでもね、やっぱ海外に住んでらした方とか、海外に行き来してる方とかはもう普通にね、サワードゥで作ってる方多くて、私がね、フルーツで酵母を起こしたりとか、レーズンでね、起こすんですよっていう話したら、すっごい驚かれて、そんなのやったことないって言って、じゃあ何で作ってるんですかって聞いたら、粉をで作ってますって言ってたから、その時はね、私ももうだいぶ前ですよ、何年も前の話なんだけど、あ、そうなんだと思って、粉で起こす酵母が普通なんだってね、ちょっとびっくりしたこともあります。まあね、最近はね、ちょっと健康志向とかっていうことで、サワードブレッドっていうのがね、注目されてるかなって思いますので、はい、そんなパンです。健康志向で注目されてるって、うん、なんか体にいいんですか？あ、そうそう、サワードブレッドって乳酸菌の働きが結構強いので、ちょっと酸っぱいパンになりやすかったり、まあ、ならないようにも作れるんだけど、酸味がね、あるパンっていうのが、まあ、なんていうのかな、特徴的なものなんですね。消化吸収が良くなったりとか、あとはグルテン量ね、低下させてくれる働きがあるとか、まあ、低糖質ですよね。米粉パンね、グルテンなくて、今ね、作られてる方多いと思うんですけど、糖質がやっぱりね、ちょっと多いので、米粉パンは、そういう点ではね、サワドゥのパンは、糖質も控えられるからね、いいかなと思います。香りはね、すごくいい香りがする。特に全粒粉を起こしたものは、もう小麦のね、なんとも言えないこうふくよかな香りと、あと酵母の、なんていうのかな、酵母の香りがこう混じり合った感じで、もうね、今ね、講座もサワードゥ講座っていうのやってるんですけど、生徒さんがね、もうすごいいい香りがするって毎回言ってるぐらい、うん、とてもね、いい酵母です。なんか作る工程で、うん、違いはありますか？フルーツ酵母って液を先に、エキスを作ってから発酵種作るんですけど、サワドゥの方はいきなりもう粉から混ぜちゃうから、まあ、ひと手間ないって感じかな。エキス作らなくていいので、うん、食べてみたいと思ったの？食べてみたいです。あ、そうなんだ。なんでこう興味がいったの？なんかおしゃれそうな画像でよく出てくるんです、 SNS に。あ、そうなんだ。うん、ドイツパンみたいな感じ。そうですね、うんうん、そうね、ドイツパンもライ麦使うパンが多いから、ライ麦のやっぱ発酵だね、使うパン屋さん多いと思います。サワードゥブレッド、とってもね、味わい深い、もう噛めば噛むほど味が出るっていう、そういうパンなのでね、ぜひ作っていただければと思います。それではさよなら。この動画が役に立ったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。また LINE に登録していただくと、月替わりの酵母っていうことで、ポイントなどをお伝えさせていただいていますので、こちらの方も登録をよろしくお願いいたします。メルマガは酵母作りのことに関して、無料メルマガ7日間レッスンっていうことでやらせていただいていますので、こちらの方も登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。